後藤聖文は、非全国福江藩八代藩主。後藤氏二十八代当主。法暦三年十月二十三日、第七代藩主、後藤聖堂の次男として、福江で生まれる生まれとも言われる。長兄の森吉は病弱だったため、法暦十年三月に生死に指名された。明和六年十二月二日、父の隠居により、家督を継ぎ、十二月二十八日に、 15位した山と守に、ジョイ、任官する。しかし家徳を継いだ年には大中外で7588国の被害を受けた。このため、安永2年に農村復興策として大村藩からの移住を奨励、公認する政策を取った。大村藩では多数のキリシタンが弾圧されていたため、その彼らが後藤藩に逃れて移住し、巨者美白症と称された。 しかし、生運の予想以上に隠れキリシタンが移住したため、幕府から追求されることを恐れて、弾圧にも乗り出した。とはいえ、この移住政策で農村が復興したのも事実で、犯罪性も一時的ながら好転したため、生運も弾圧の手を緩めて、キリシタンの移住も黙認することにした。このため生運は、キリシタンからは、福の神とまで称されることとなる。しかし、 完成期に入ると、犯罪性が、再び悪化したため、山田萌衛門を、倉本寄合席に登用して、反省改革を進めたが、その矢先の完成9年8月に、福江藩市上初となる、百姓一揆が起こり、藩では、この教訓として、偽装を設置し、領民の救済を優先することとなった。文化期に入ると、外国船の接近、特に、 フェイトン号事件などが問題となり、解剖強化を推し進めたが、文化6年4月に病に倒れ、5月9日に死去した。去年57。あとは、次男、森修が継いだ。ありがとうございます。